で、オンラインってマニュアル多いんですよ、うん、サービスの提供者としてマニュアルってめっちゃ楽なんです、うん、なんでかっていうとどうでもいいことばっかり伝わってるんですよ、はい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 、だから富永イコール蜂蜜みたいな、うんうん、どうでもいいことなんですよダイエットに苦しむのはもうやめましょう、やめましょう、待って待って、なんでな、なんでな、簡単なんでな、いやまあ、はい、富永です、ダイエットコーチケイタです。もう今日はもう紹介いらないと思うんですけど、あのケイタさんが来てくれてるんで、前半はですね、ケイタさんのチャンネルでですね、何だっけ、まあ、こういうダイエット指導は注意だよっていう話をしてるので、概要欄にあのリンクを貼ってますので、ぜひ見てみてください。こういうダイエット指導者は注意ですよって話をした上で、まあ、こういう人は頼って大丈夫なんじゃないんですかって話をさせてもらいますので、ぜひよろしくお願いします。まあ、僕のチャンネルでこういうダイエット指導は要注意だって話はしたんですけど、ちょっとあれちょっと言い切れなかったなっていうのがあったんで、ちょっと追加で一つずつ出させていただきます。はい、さっきいきます、何だったっけ僕が注意した方がいいと思うのはマニュアルがあるダイエットです。もう分かりやすいのは糖質何グラム以下、カロリー何キロカロリー未満、マニュアルを作るのはいいんですけど、それをもう厳格に指導するやつですから、これがやばいって思わないの方がやばい。なんでかっていうと、人それぞれ問題違うのに、なんで同じことをさせようとするのかっていう話なんですよね、うん、例えばですけど、じゃあ子供で足が遅い人がいますよっていう時に、靴が悪い子がいるとするじゃないですか。その子は靴が悪くて足が遅いと、うん、けど中には体の使い方が悪くて足が遅い子だったりとか、うん、まあ、そもそも運動神経が悪くて足が遅い子がいるんですよ、うんうん、けどそういう人に自分の授業が靴を作ってるから、じゃあ足が速くなる靴進めましょうねみたいな感じにやっぱりダイエットもなるんですよ。意味わからないですよ。人それぞれやっぱ痩せない原因とか太ってしまった原因って全然違うんですよね。そう、個体差を無視したダイエット指導、うん、そうそう。でこれってマニュアルがあることは悪いことではないんですけど、そうですね、オンラインとかって特にマニュアル多いんですよ、うん、サービスの提供者としてマニュアルってめっちゃ楽なんです、うん、なんでかっていうと人件費かからない、お金かからない、手間かからない、めっちゃいいんですよ。ただダイエット指導はそんな簡単にはできないっていう、ね、残念ながらね、はい、うん、難しいです。そう、それも賛同します。僕もあります。まだ言い残したことがもう一個あります。何が、僕が何が何がじゃない、何の話だっけ、何がじゃないダイエット指導おすすめできない。まだよくあるんですけど、うん、運動なしで痩せさせますえ、ディスってるよ。いや僕はほら食欲コントロールをやってっていう話、でも運動は推奨するじゃない、てか自分やってるし、やった方がまず毎日やった方がいいよって運動をもうなんか排除した、うん、あもういいいいみたいな、うん、いやそれは違うくない、運動はした方がいいのは間違いないやん、うん、運動なしでも別に痩せられますよっていうことは別に確かに間違いではないです、うん、でも運動を否定的な表現をするっていうのがちらほらあるんですよ、うん、で運動は絶対にやった方がいいことは間違いないやん。これ何かっていうと、運動をしたくない人に対してちょっと夢を見せてる感じ、うん、具体的には言えるかい言えるかい、はい、でもトレーナーとしてもいるし、うん、運動をまずやってほしいっていうのもあるし、うん、運動なしで私は全然痩せすみたいなのはちょっとあんま好きじゃないかなっていうのが、まあね、体のメカニズム的には運動しなくても痩せられるのが普通かなっていうのはすごい思っていて、ただ絶対運動した方が楽だし、うん、てか運動しなくちゃ痩せられない、僕は運動しなくていい、そうじゃなくてできる範囲でやっていけばよくて、うんうん、やった方がいいんですよ。その中で自分の落としどころを見つけていかないといけないので、それがすごい大事で、30分以上運動やらないと痩せられないとか、だからその意味不明な基準ができるんですよ。でそんなことは一切なくて、うん、まあいろいろこう人によって違うわけ。指導の中で朝に散歩行った方がいいですよって、うんうんうん、声かけてするじゃないですか、うんうん、その人が仮にそれを選択しないんだったら、うん、こっちが押せることはできないです、うん、まあ、本題こっからですからね。どういう指導者を信用した方がいいかっていうか、そうそうそう、まあこういう人はついていって間違いないんじゃないかっていう人を、うん、はい、それぞれ一つずつですね、一つずつ言いましょう。僕からいいですか。あ、こういう指導を、はい、僕は推奨するって話なんですけど、うん、引き算ばっかりの指導してる人よりも足し算ちゃんと言ってくれる人、うん、栄養素で言うと、うん、いやこれ多いこれ多いこれ減らしてこれ減らして、いやじゃなくてこれの栄養素が足りないよとか、こういう食材足した方がいいよって、その結果、はいはい、栄養が満たされた、カロリーが満たされた、うん、エネルギーが満たされた状態だからこそ引き算ができるんですね、うんうんうん、僕の指導の仕方って結構そっちの方が強くて、うんうん、これを減らすためにはこういうの足し算した方がいいよっていうのをちゃんと言ってくれる人が僕は推奨したい。ダメダメ言うんじゃなくて、その人ができそうなことをこうアドバイスしてくれるんですね。なんか指導されてて、いやお前のここダメだとかこれやめろとか言われるのってやっぱきついし、ダイエット指導者なんか
人生の中の1年のうちの数ヶ月付き合う人なんですよ、うんうん、でその人からその人生に関わることを言われてそれをねこう真に受けてやってしまうっていうのは真面目な人ずーっとルール守ってあの昔こうだったんで、うん、何グラムにしてますこれ食べちゃダメでこれ太るんでとかあってもったいないのでだけどまあそれはすごい大事ですよねやっぱりこれ僕のアドバイスですね、はい、じゃあ僕言いします、はい、心から信用できる人っていうところですねこれすごいなんか広いあれなんですけど正しいか正しくないかじゃなくてあのその人のことを信用できてるかどうかっていうのはすっごい大事で、うん、例えばそのなんか微妙に疑ってこの人のこういうところはいいんだけどここはちょっと嫌いとかっていう人の指導を受けてると、うん、なんかね中途半端にいいところだけ取ろうとしてその人がもともとこう考えてる根本的なところを取れてないっていうのはすごい多くて、うん、例えば僕の指導って根本はなんで痩せないのかとかどうなりたいのかとかそこがなんですよこれって伝わってないこと多くて、うん、ご飯を先に食べましょうとかなんか蜂蜜舐めましょうみたいななんかそうどうでもいいことばっかり伝わってるんですよ富永イコール蜂蜜みたいな、うん、なってるんですけどいやそんなのマジどうでもいいことなの本当にそうですねここをじゃなくてもっとその先にこういう目的があってそうそのためにはこの手段としてこういうのがあるよってぐらいですよねだからなんか本当にいつも話してるのが食欲コントロールだよって方法ではなくて考え方ですよって話をしていててかなぜを常に追求するって話をしてるんですよまあダイエットの話で言うとなんで体重が減らないのかなんで太ってるのか食べ過ぎてるのか代謝が落ちてるのか、うん、っていうでこれ何の話だっけでもまあまあ、いきますよちょっと脱線してなんか食欲コントロールの話したんですけど、うん、体において正しい正しくないってあんまりないじゃないですかないっすないないっすそれはでもこれをだからあのそう言ってる人を本当に信用して実際やってみたら私もそう思えた、うん、この人と意見が合致してるわだったらその方があなたは幸せですよね、うん、っていう話です、うん、だからこそあの信用してる人お結構まとめてきたね信用できる人の指導を受けた方が絶対あなたは幸せになれるよって話をそうですしたかった、ね、そうしたかったよ俺がね、はい、そう俺がしたかったしたかったらしいですそう何をするにしてもちゃんと信じてる人は信じてる人でちゃんとついていった方がよくて、うん、この人のダイエット方法をやろうって思ったんだったらその人のそのダイエット方法を自分なりに解釈して行動して、うん、それに対して自分で責任を持つっていうところをやってほしいっていう感じですねなるほどはい、結構ダイエット哲学みたいな講義だったと思う。酒飲みながら話してるけど、やっぱ本質的なところはやっぱ伝えたいちゃんとそう思うね。なのでまあこんな感じでですね、こういう人は注意だよっていうのもあるし、やっぱり大変な状態になってしまうとかがあるので、もっと根底にはそれを選んでしまったそれこそあなた自身っていうのがあるので、できるんだったら、うん、危ない道はこう進まないでほしいっていうのがあるので伝えてるだけです。そして最後に話したように何が正しいか正しくないかわからない。その前提で僕らは話してます。でも経験上とか。そういうので話をしていて、まあ、こっちの方がいい可能性高いよねっていう話をしてるので、うんまあ、そういう視点でですね今回の話も見てもらって、はい、前半の話聞かないとあんまよくわからないと思うんで、はい、前半聞いてください、はい、でケイツのチャンネルで話をしてるのでそのですね URL を概要欄に貼っておきますのでぜひ見てみてくださいケイツさんのチャンネル動画マジ投稿しないんでコメントに動画定期的に投稿しましょう動画ちゃんと上げてくださいっていうのをちゃんとコメント欄で書いてもらえると見てくれると思うんでぜひお願いしますでは今回の内容は以上になります、はいお疲れ様でした。ではまた。